あの好きなレイアウトとか、なんか好きなアニメが。あ、好きなアニメね。いや、あの、うん、その働いて、ん？ん？あの吐きながら。はい、大丈夫です。今書いてるのはしんちゃん、クレヨンしんちゃんですね。そうですね。はじめはね、名前と、うん、あのどんな作品に働くことにしましたかと。はい、小田太鼓です。ただの原画なんです。たまみさんさんやります。どんな作品やったかって、昭和52年に会社に入りました。58年に会社を辞めて、はい、で62年から、はい、結局4年間ブランクがあって、子供を産んで会社辞めたんだけど、で4年間ブランクで、その後62年からフリーでずっと家でやってます。初めは会社で勤めて行って書くことをしましたけど、そうそうそう、後でちょっと、うん、あのアニメ業界で泊まって、うん、で続いた時にはフリーで家からこの状態でやりました、うん、ということですね、うん、その時はあの先輩が誘ってくれたんで、はい、宅急便でやり取りして打ち合わせは電話でいいっていうから、それからずっと今に至ります。はい、どんな作品に、うん、初めて一番会社入って初めてやったのはルパン三世セカンド、うん、第2シリーズの、うん、あとバカボンとか、おで最初は1年半動画をやってました。たまたま今でもよくヘルプって言って困った時の小田さん頼みされるんだけど、上司の人が間に合わなくって、うん、原画を手伝ってって言われて、でそれから始まったの。その時にやったのが星の王子様の原画の手伝い始めました。でその時に私が前いた会社は幹部が3人いて、でそのうちの1人の下についてお仕事してたんだけど、原画をまだ勉強してない、まだ1年半なのに原画手伝わせてたっていうのを、他の2人の幹部は反対だったみたいなんだけど、まあそのままずるずると、うん、ずっとそっから原画やってます。それで早い、うん、早いね、ドアから原画になるのはちょっと時間かかる、うん、1年半は当時でも早かったかな。やっぱり先生がうまいですね、うん、うまいです。でやっぱり本格的に原画を勉強したのはトム・ソーヤの冒険っていう日本アニメーションの作品。それは社長がその日本アニメ班のトップだったんで、そこについてレイアウトから勉強して、ただ今からレイアウト、学校なんかと違って会社だと手取り足取り教えるわけじゃないから、レイアウトまず書いて社長のところに持っていくと無言で修正始めるの、はい、でそれを横でずっと見て、うん、それで学ぶ。じゃあ原画になってからレイアウトにジャンプして、うん、でもちろん、うん、あのあジャンプっていうか、まあ、あの原画で手伝いした時からレイアウトから全部書いてやってたんだけども、レイアウトのこともよくわからないで書いてたからね。ちゃんと日本アニメーションの名作ものっていう言われる作品は、あの日常芝居が多いし、あのアクションなんかみたいな派手なパースやレイアウトじゃなくて基本のレイアウトを書かなくちゃいけないから、そうですね、やっぱりそれ勉強になるから、うん、簡単の方から始めて、はい、これですね、本当にね、あこれはやったなと思うのは、うん、トッポカハム太郎とかハム太郎、うん、数を結構やってたから、この時は、うん、50カットぐらい。あとは昔のここら辺のやつは、はい、結構ローテーションで入れたから1つの作品で4本5本関われたのね、はい、で今はワンクール作品って多いでしょ、13本だけ。そうするとその作品の仕事が来ても1本しかできない。でもうスケジュールがないから10カットでもいいですからお願いします。あそうですね。でそれで作品関わった作品数は増えるんだけど、本当に10カット以下、4カットしかやんなくても名前が出るとかね。あわかります。そういうのが多いとはやった気にはなれないね。そうだからアニメーターさんが、まあ、原画さんでもレイアウトさんでも、うん、あの全部の作品で多分1箇所と4カットとか20カット以上にやりますね、うんうん、全部続くことではなくて、うん、そのところだけやりますね。そうそうそう、あ大変そう、うん、何回もなんかキャラクター設定を見て学んで、う、ね、うん、やって1回だけ講座ですね。すごいですね。それ知らなかった。ほら、ね、名前が出るとあこの作品やってるんですねって言われても私4カットしかやってないですやっていつももっとできなかったけど分かりました。うん、あとはやっぱり作家やるとね、あやったっていう感じがするな。作家、はい、やったのは豆牛くんっていう子供向けアニメがあったんだけど、それで初めてあの15分作家やって15分、おお、うん、
あ、その前にね、会社にいた頃にね、ハローサンデーベルっていう作家やったのね。で、それはアニメーターになって、5年目かな。5年目。うん、で、作家やらせてもらえたんで、うん、ただそれは本当に絵直すだけで、キャラクターを直すだけで、あ、何も分かってないんで。ああ、うん、そうだね。比べたら始める、うん。あとはカードライバー。かけるっていう作品はこれは創作家がいなくて格話作家のみで結構ローテーションで5本ぐらいやったんで、それも15分もの30分のうちに A パート B パート別々の作家が立ったんで15分の分の作家やったから、それはもうやったなっていう感じはする。で、一番楽しんだのはありますか？いろいろやって嬉しいとか。いろいろあったけど、まあ2人でもいいんですけど、忍たまなんかも結構数やったんで、あ、そうだね、メジャーな作品やると嬉しい。有名な作品、あ、うん、あの花の名前をはまだ知らない、もう原画で日本のことだけど、すごいですね、うん、あと私知ってるのは稲妻イレブンとか。あ、稲妻イレブンも結構やったし、犬夜叉もやりましたね。完結編だ。そうそうそう。ほほ。でも犬屋さん作家やったけど、うん、創作官からダメ出しくらったんで、おで1本だけしかできなかったからやりがいはあったけど、でも名前が出る、出りましたのこと、うん、あ、でもそれは本当1本丸々やったから、あ、1本全部だ、30分ものやったから、わー、すごい、うん、でもすごい時間かかる。何の方ですか？で、完結編のシリーズの中の4話だったかな。4鉄斎画、鉄斎画の、うん、だったと思う。2ヶ月半かかったから、まあ、1ヶ月半で本やりました。完結編の方、うん、すごいですね、うん、でも犬屋さん好きだからもっとやりたかったんだけど、次はなかったですね。ああ、だからそう、他のそう、ローテーションに入れなかった。じゃあ、例えば最近が13本ぐらいでしょ、うん、だからみんなにローテーションでみんなにあげる時間に、なんかアニメーターさんにみんなにあげますから、うん、何時間かかりますか、始めるから最後まで。だいたい、ね、アニメーションのところ、だいたいスケジュール言われるのは4週間でレイアウト2週間、原画2週間。でも今はそんなになくて、今受けてるやつは1週間しかなくて、1週間しかないんで10カットしか受けられない。10カット、うん、大変そうです。はい、はい、本当にね、最近はね、スケジュールが悪すぎてね、うん、他のゲーマーさんとかアニメーターさんも同じだと思うけど、スケジュールがあればもっと数やれるのに、うん、もっと丁寧にやれるのに、うん、確かに、そう、それが悩みですね。そうですね、もっと綺麗にやりたいんですけど、うん、この時間あれば、これはチワニかなって思います ね。でも直しも来て、うん、もうなんか悪い気持ちの、なんかこれはそんなに良くないのは知ってて、でも時間なかったから渡して、うん、でもう一回来て、うん、やっぱりダメだったのはありますか、その場合。ああ、あるある。作画にこだわるスタジオだと作画人が強いと、うん、リテイクが多い。で、私なんかそこそこでスケジュールは守るから、制作さん受けがいい。はい